はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター翔気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。クラクラクラウンか。いいね、なんかタイトル。クリア率は 0.98%。なんかそういう語呂がいいの俺好きなんだよな。なんか例えば、うんこもりもり森妖怪。さて、で、これはどういう感じとか、これ待って、これ先進める大丈夫これ時間経てばいけるようになるか。ああ、いけるようになる。で、これで、なるほどね。これ、こいつが足場になりますよと。これどうやって作ってんだ？これなんかクランカーで普通なんかピューピューしたらさ、なんか斜め方向に移動するもんじゃない？ああ、なるほど。そういう感じでなんか、あれか。なんかそこで音符で弾むタイミングと同時になんかしたらなんか悪さできますよっていう、そういう感じのコースか。ここで乗って、このなんか右に、ただ右に進むんだけど、これ左右全然操作機関な。このクラウンカーに乗って、こうやって時には離脱して、こうやって移動して、で、ここでまた合流してっていう、そういうコースね。アイデアすごいね。よいしょ、ここで、よいしょって言って、ここはしゃがむ感じ。オッケー。で、ここでまたこれクレーン捕まって、こいつが来るのを待ちますよと。で、ここで合流して、で、これは、いや、これは多分大丈夫のはず。別に左右効かないから急がないといけないみたいな、そういうのないと思ったけど、なんか今一瞬危なかったな。オッケー、ナイス。さて、で、この次は、これはなんぞここ乗るって感じでいいか。左右操作効かない。これは普通に飛んで、あ、いけるね。これでよいしょーって言って、中間見逃すとこだった。危ない。さあ、こっから、本番って感じで、なんかボス戦始まるね。こっから先は、これどうするんだ？ちょっと待って、これは？俺はこれ上行った方がいいよな。多分こっち行きの。あ、で、ここでよいしょって飛んで、ここのボールに乗って、オッケー。で、また合流します。こっち行きます。で、次またこれ上に飛んでの、あれちょっと待って、なんかいつの間にか、ごめん、死んだ死んだ。ちょっと待って、喋りたいことがあったんだけどさ。いや、さ、この右側のクラウンに乗ってるやつ、そう、レミーじゃん、これ、ボール出してくるやつね。なんかこいつ、いつの間にかクッパジュニアになってなかった。なんかいつの間に変わった。あー、なるほど、そこのボムでレミー死んで、で、この一瞬の間にもうなんか乗り換わりましたよと、よいしょって言って、まあ、それはそうと、さっき死んだとこ、ここ集中ね。投げます。オッケー、ナイス。で、ここに乗って、ここクレーン乗っておけばいい。しばらくここでやり過ごしておけばいい。これで踏んで、オッケー、よしよし。バカ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 、何してんだ。よし、ただいま、これでこいつ踏んで、ここで飛んで、で、またここで乗り換わって、で、これは何をするんだ？これ尻尾アタックはできないよ。これ余計の、あー、いけた、ナイス。張り抜け検定クリア率は 0.23% やっていこう。コース説明文見た感じ、このコースの全部の張り抜きにセットアップがありますよと、なんか安定していけるようになる裏技がありますよっていう風に言われてたな。とりあえず1マスと2マスはこんな感じで、歩くとしゃがみジャンプでしょ。で、これはこれは左寄りだよな。ってことは今真下押しで左だったから、こうやって右下押したら、いや、これちょっと真ん中行ってるように見えるけど多分ダメ。そうだよな。そうなんだよ。張り抜けって本来だいぶシビアなんだよな。あそこどう行くのが正解なんだ、この次。まあ、とりあえずこれ右下しゃがみでちょっといいとこまで行けるから、なんかここでちょっと調整して、なんか、あ、なんか行けたわ。いや、多分これ違う。ごめん、ちょっと。ここ正しい行き方知ってる人いたら教えてくれ。多分なんか間違えた気する。なんかもうちょいいい調整あると思うんだよな。まあ、それはそうと好きだ。ここはこんな感じで、しゃがみジャンプで滑ったら、こう天井の高さ3マス、移動3マスはいけて。で、これ移動距離2マスも今度はダッシュ離して同じことをしたら、よいしょ、これで、待って、これ弱いな。よいしょ、もうちょいジャンプ強めに。よし、これでいける。オーケー、ナイス。待って、最後だるいな。よいしょ、オーケー、ナイス。夏休みの一日クリア率は 1.45%。みんな夏休みってどんくらい出落ち？みんな夏休みってさ、まだある？それとももう終わった？それとも俺みたいにそもそも夏休みがないタイプ？仲間、握手しようぜ。うん、ぐだりすぎだって。とりあえずまあ先に進もうか。こっち行けの、しゃがみーの、しゃがみーの、しゃがみーの、ぐだりーの、ここ P スイッチ欲しいの、なんか TA 始まったな。よいしょって言って、こういうの苦手なんだって、こうヒップドロップから1、2、3して、これ間に合うか間に合う気がしないんだけど、間に合ったんだけど、でも多分なんかぐだってるから普通に時間が間に合わない気するんだけど、なんかめっちゃいけてんな、ここで投げて、壁キックして、なんか甲羅に追いつかれて、いけたわ。ちょっともう1コースくらいスピランやるか。オンボロ幽霊屋敷30秒クリア率は1
点ちょっと見損ねたけど 1.4% くらいかな。なんか5万9000分の800何歩って言ってたね。さーて、これはここくるってして届いた !3 段いけた。今の完全になんかミスったジャンプタイミングだった気したけど、ここで折り返して、こっち行って1、2、はい、3して、ここのバネはしばらく持っていくっぽい。うん、スピンしたよ。指示通りに動いてよ、俺。みんな同じとこで死んでるね。ここだいぶギリジャンしたら、あー、いけるわけね。で、ここで、お、パウ持って、ここ踏むっぽい。オッケー。で、ここは、くるってして、甲羅と一緒に行くっていうわけじゃない。ここで投げます。このコイン取って、こいつに乗って、1、2、3段ジャンプからの4、ピカチュウクリア率 0.22% やっていこう。これは何をどうするコースはぁ、どういうこっちゃ。ちょっと待って、これさ、一回これで待って、ラグイ。どうしたの？待って、なんか急にラグり出したんだけど、別にこれミンバトってわけでもないんだけど。寿命か俺のニンテンドースイッチ。ちょっと待って、ここは、よいしょって言って、はぁ？ちょっと待って、これは何をどうするコース？待って、これ壁キックで行くっていうわけでもないんだ。ってなったら、ここでよいしょって言って、張り抜けして、だから何？待って、一応ちょっとダメ元で試してみるけどさ、この下なんか画面外に何かあるとか、そういうわけじゃないっぽいな。ごめん、わかったわ。これあれか。さっきまで俺さ、ゲーム音切ってて気づかんかったけどさ、これヒュンヒュン言ってるな、ずっと。ってことは、これ遅延装置作られてたのか。なんかさっき冒頭なんかラグったどうしようって思ったけど、これ意図的なやつか。ってことは、これあれだよね、足す技。なんかバイフレーム1秒間に60回くるくるし続けて空中浮遊するっていうあの技を遅延してるのをいいことに、これ人力でやりましょうと。対戦よろしくお願いします。対戦ありがとうございました。入るタイミングミスった。ちょっと1回でいいから、なんか成功パターンもちょっと取りたいんだよな。こっからどのタイミング、こんな感じで、あ、ちょっと今一瞬みんな分かったかな。これなんか完全にこれ空中に砂ぼこり立ってるじゃん。これちょっと一旦さ、右上の時計見てさ、どんくらいの遅延になってるのかっていうのを確認していいかな。さっきも言ったように、なんか、マイフレーム1秒間に60回連打しないといけないコースなんだけどさ、このコース。まあ、それが今これどんくらいの、なんか遅延の倍率になってるのかっていうのを確かめたら多分いけると思うんだよね。なんか、例えばだけどさ、ここの速さが、なんかいつもの5分の1くらいの速さになってるとして、ってなったら、毎秒60回連打の5分の1の速さだから、毎秒12回の連打。毎秒12回ってことは、曲の16分音符の速さに合わせて、みたいなさ。そういうちょっと俺、音ゲーとかやってるからさ、そういったなんかリズム感頼りでやっていった方がさ、なんか成功しやすい気するんだよね。ちょっと一回この動画見てみようか。皆さん大変お待たせしました。このね、本来毎秒60回連打をし続けないと超えられない穴。このコースね、遅延装置によってどんくらいの速さでいいかっていうと、およそ 5.23 倍の遅延が発生することが分かりました。というわけで、BPM172 の曲の16分音符に相当します。なんか音ゲー起動しながらね、その曲を聴きながら連打し続けたらいいって感じかな。やったー！いけたー！よっしゃー！